いつも僕は2位だ。あおひ、はる、今回のコンテストどうだった？コンテストなんかもうどうだっていいんだよ。ちょっと、あき、待ってよ。ルカリオも、あきの様子見てたらちょっと心配だよね。あきはいつも何かを頑張っている。朝も昼も夜も寝る時間を惜しんで何かをずっと頑張っている。僕が何か力になれたらいいな。全然違う。いて、やべ、痛い。ルカリオ、すいません、大丈夫ですか？ああ、うん、本当すいません。あ、それちゃんと捨てますね。これ、君が描いたの？うん、そうっすけど。とっても素敵な絵だね。あざす。君の大事なポケモンなのかな。この目がとっても素敵。分かってくれるんすか？うん、絵から伝わってくるよ。君の絵はまるで何も伝わってこない。ポケモンたちが生きていないようだ。ああ、俺のことを分かってくれる人がこの世界にはまだいる。よし、できた。お、ルカリオ、お前も見るか。ほら、カビゴンとイーブイが追いかけっこしてる絵だよ。面白いだろ。最近の秋はなんだか楽しそうだ。あー、秋。お、ハル。ん？あ、とっても可愛い。いいじゃん。だろ。次のコンテストも楽しみだね。ああ、コンテストはもう出ない。え、どうして？コンテストなんかもうどうだっていいんだよ。あんなに頑張ってたのに。気づいたんだ。順位なんかどうでもいい。俺の絵を分かってくれる人が分かってくれればそれでいい。よし、次はギャラドスとコイキングを描くぞ。アキ、ルカリオ、どう思う？私、どうしたらいいかな。ハルは、アキの大事なお友達だ。アキが楽しんでお絵描きをすることが一番なのはわかるけど、アキの絵をもっと多くの人に見てほしいんだ。ハルは、いっぱい考える人だ。どっちもなんて、わがままなのかな。アキは、最近楽しそうだ。代わりに、春は最近悲しそう。二人を笑顔にできないのかな。よし、うまく描けたぞ。あ、今日もお絵描きしてるの？あ、こないだの。私はトアだよ。トア？どっかで聞いたことあるような。あ、俺はアキ。改めてよろしくね。あれ、それは？ああ、これは俺の幼馴染の女の子と俺の大事なパートナーのルカリオ、二人にはいっぱい助けてもらってるんだ。ふーん、その子のこと好きなんだ。違うって、そんなんじゃないって。隠そうとしても無駄だよ。絵から伝わってくるもん。トアには何でも見通したな。で、あ、それスケッチブック？ああ、うん。トアも絵を描くのが好きなの？うん、お絵描きって楽しいじゃん。そうだったんだ。お絵描きが楽しいか。実は俺、少し前まで絵を描いても1位じゃないと意味がないって思ってたんだ。1位？ああ、イラストコンテストっていうのがあって、そこで俺2位だったんだ。コンテスト。でもトアに出会ってお絵描きは楽しいものって気づいたんだ。だから描いた絵をくしゃくしゃにしてたんだ。私が秋のきっかけになれてよかった。お絵描きは楽しいもの。自分が表現したいものを色で描くんだ。トアらしいな。トアはどんな絵を描いてるの？あ、えー、っと
そのスケッチブック見せてよ。あーっと、これは。これって…どこかで名前聞いたことあると思ったら、コンテストで1位取ったの君だったんだな。とでも1位とかどうでもいいじゃん。楽しむことが一番大事だよ。楽しむことが一番。そうだよ。じゃあドアは楽しんで書いて、軽い気持ちでコンテストに出て1位取ったって言うのかよ。俺は1位になりたくて、寝る時間も削って一生懸命書いてた。楽しい気持ちなんかそこに一つもなかった。それなのに楽しんで書いて1位？ふざけんな。違うよ。今までありがとう。短い間だったけど絵を描く楽しさを教えてもらった。あ、待って、アキ。アキはどうして絵を描こうと思ったの？どうして1位になりたかったの？あ、おかえり、アキ。ハル。ルカリオ、せーの、じゃーん。なんだよ、これ。アキが楽しそうにお絵かきしてるところを実は写真で撮ってたのだ。そんな風にお絵かきしてるアキ見るの？やめろよ。え？やめろよ。春まで俺のことバカにするのかよ。1位を取れないからって。アキ、楽しんで書いてればいい。それであいつは1位で俺は2位。何が楽しいだ、こんなもの。絵なんて嫌いだ、大嫌いだ。アキ、アキのこと怒らしちゃったね。今朝はあんなに楽しそうだったのに、なぜだろう。片付けないとね。こんなに楽しそうにお絵かきしてたの何年ぶりだろう。アキ、もうお絵かきは嫌いになっちゃったのかな。アキはきっとお絵かきが好きだ。いつからだろう。アキが1位にとらわれたのは、アキには笑顔でいてほしい。僕が笑顔にしたい。すっかり寝てしまった。ん？波動を感じる。春でもない、秋でもない。これは誰だろう。秋、もう会えないのかな。秋について何か知ってる？もうお絵かきしてくれないのかな。お絵かき、きっと何か知ってる。今すぐこの子に会いに行かなきゃ。うん、ルカリオ、どうしたの？ちょっと、どこ行くの？この辺から感じた、あの子の波動。あの子だ。ちょっと、ルカリオ、どうした？すいません、大丈夫ですか？あ、いてるね、大丈夫。え？それにルカリオ、間違いない。ごめんなさい。これルカリオと私で、これアキの絵。やっぱり実はそんなことがあったんだ。この絵、あなたとルカリオに見せたいと思ってたの。そしたら急に目の前に現れるからびっくりした。私も急にルカリオが引っ張るから。あ、もしかしてルカリオが連れてきてくれたの？ありがとう、ルカリオ。この絵とっても素敵だよね。本当、とっても素敵な絵。よし、秋の絵、どこに飾ろうか、ルカリオ。もう、絵の話は。そ
それ。トワって女の子からもらったの。トワが。とっても素敵なイラストね。それが俺の最後の作品だ。もうお絵描きはしないってこと？私は秋の絵が大好き。辛い時も悲しい時も嬉しい時も楽しい時もその感情が全部絵になるんだなって。こんなにすごい秋の絵をもっと多くの人に見てもらいたかった。だからコンテストに出るって聞いた時もすっごい嬉しかった。春。でもそれよりも秋には楽しんでほしい。絵を好きでいてほしい。この絵は俺が描きたいって思って描いた絵だった。順位とかどうでもよくって人に見せたいって思える絵だった。俺間違ってた。いつからかコンテストのために絵を描くようになってた。でも俺が見てほしい絵は俺が描きたいって思った絵だ。俺が描きたいって思った絵を多くの人に見てもらえるようなそんな絵を描くよ。マキ。描くじゃなくて描きたいだな。うん、どんな絵を描くのか楽しみにしてるよ。そういえばどうやってトワと出会ったんだ？あ、ルカリオがね、私のこと引っ張って。ルカリオが？ありがとな、ルカリオ。お前のおかげだ。よし、ご飯食べよう。そうだな。ハンバーガーが食べたいな。どうしようかな。じゃあ、フライドポテトとか。秋と春が笑顔だ。トワ、ありがとう。君がいたから、二人を笑顔にできたよ。いやー、とんでもないライバルになっちゃったな。うん、でもポケモンとの絆って感じがするな。やっぱりお絵かきは楽しまなきゃ。アキとルカリオ、本当に仲が良さそう。ホゲータ、君は私のことを覚えてくれてるかな？ポケル相性じゃんけん。私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの。君に決めた。クワッドだったので、ニャンホを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな？今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。おすすめ動画もチェックしてね。コメントも待ってるよ。またポケルンの動画見てね。せーの、またね。